この問題は、送電線の電力延伸図に関する問題です。それでは問題について説明いたしましょう。こちらに、無限大放射線があります。そこの電圧を E ロットイコール E、 すなわちここを基準ベクトルに置きます。送電線のリアクタンスは J の X、すなわち抵抗成分は無視しています。受電端の電圧 V のロットは VE のマイナス J デルタ、すなわち操作角がデルタだけでですね、遅れてるわけです。こちらに比べてデルタだけ遅れてる。そして、電圧の大きさですけど E は 1.0 パーユニット、 X は0.2 パーユニットとしておきます。それでは問題はどういうことを求められているかをちょっと見てみましょう。はい、括弧1番 P、Q を E、V、X、デルタで表せ、すなわち E、V、X、デルタでこの P と Q を表すことになります。はい、括弧2番、デルタを消去し電力延伸図を表す方程式を求めよう。いいですね。括弧3番、力率を 1.0 とした時、すなわち、ここの無効電力を0とした時、 P の最大値を求めてください。いいですね。電圧が存在するところの、P の値を求めてくださいということです。はい、4番は力率を 0.9 進みとした時、 P の最大値を求めてください。はい、こういうことですね。はい、次、括弧5番、力率を 1.0 にし、あ、一定として、いいですね。力率を一定にして P を同化した時、 V が 1.0 パーユニットで P が最大になった、その時の P の最大値を求めてくださいという問題です。それではですね、順次、括弧1番から答えを求めていってみたいと思います。それでは、括弧1番の解き方から説明をいたします。はい。送電線に流れる電流を I としましょう。いいですね。はい。そうすると、I はイコール、はい、J、X 分の、E のロットマイナス V のロットと表せます。はい、これは JX 分の E マイナス V のE のマイナス J デルタ、このように表すこともできます。はい、そこでですね、次に電力を、複素電力を表そうとした時、この、無効電力、こちらを遅れをプラスにした場合、遅れをプラスにした場合はこのように電流 I の強弱複素数を取ることになります。P プラス、はい、JQ はイコール V ロット I のロットのバー、いいですね。このように置くことができます。はい、そこでこれは、はい、
これはここにありますから、これを使いましょう。 V の E のマイナス J のデルタ、はい、電流 I の強約ですけども、強約複素数は、虚数部が符号が変わります。すなわちここはマイナス J の X、 いいですね、はい、 E マイナス V の E のマイナス JX ですけども、ここは符号が変わるものでプラスになります。はい、 J デルタとなります。はい、そうするとこれはイコール、マイナス J の X。はい、オイラの、これをこちらに、まずはかけてみましょうね。EV。E の、マイナス J のデルタ。マイナス V の事情となります。いいですね、はい、ここでこれにオイラの公式を適用しましょう。そうするとこれはイコール、はい、マイナス JX 分の EV カッコ、コーサイン、デルタ、マイナス、ここはマイナスですからね、J、サイン、デルタとなります。はい、マイナス、V 事乗となります。いいですね。はい、したがってこれは、はい、まず、ここのところをこうやってみましょう。そうするとマイナス J とマイナス J がこれ消えますから、これを整理すると X 分の EV、 いいですね、はい、サインデルタ、はい、これを、マイナス J 分の1はプラス J ですから、プラス J、 はい、X 分の EV、 コサインデルタ、マイナス V の事情となります。いいですね、こういうふうに置くことができる。はい、ここでこの式をよく見ていただくとどのようになってるかというと、実数部と実数部は等しくなければいけない。いいですね、はい、次、虚数部と虚数部は等しくなければいけない。したがってこの式は P イコール、X 分の EV、はい、サインデルタで表されます。はい、また、はい、無効電力 Q は X 分の X 分の
ここで V が両側あるからこれくくり出しておきましょう。E コサイン C デルタマイナス V カッコかける V となります。いいですね。こういうふうにして、電力有効電力 P と無効電力 Q を表すことができます。はい、それでは、括弧2番の解き方について説明をいたします。括弧1番で、P と Q は求まりました。これをさらにちょっとこう書き換えますと、このように書くことができます。いいですね。はい、そこでこれをちょっと事情してみましょう。そうすると、はい、P の事情はイコール X 分の EV事情サインのデルタと事情デルタと置けます。いいですね。このように置くことができる。はい、今度はこの Q のところのこれをちょっと見てください。これは、Q プラス X 分の V 事情になります。イコール X 分のEV コサインのデルタと置くことができる。いいですね。したがってこの式を事情したものをここにちょっと書いてみます。はい、 Q プラス X 分の V 事情を事情してみましょう。そうするとこれは X 分の EV、 いいですね、コサインの、あ、これの事情、はい、コサインデルタの事情となります。いいですね。このように置くことができる。したがってこれを足してみましょう。はい、そうするとこちら側は、はい、P 事情プラス Q プラス X 分の V 事情括弧の事情はイコール、はい、X 分の EV、 いいですね。はい、これは共通因数ですから、ここのところは、はい、サイン事情デルタプラスコサインデルタと事情のデルタとなります。いいですね。そうするともう三角関数の公式でご存知のようにこれは1です。1です。したがってはい、P 事情プラス Q プラス X 分の V 事情イコール X 分の EV、 はい、これが電力エンシェンドの
方程式になるわけです。これはですね、ちょっとここに書いてみましょう。はい。縦方向が無効電力9で、はい、これは遅れです。遅れ、いいですね。こちらが進みです。9で、進み、これが有効電力 P になります。いいですか。このようになってきます。はい、そこでこれを見ていただくと分かる通り、原点がここになりますが、はい、中心がですね、P の方は、0、はい、Q の方は、これはこちらの方に、いいですか、ここになります。そして X 分の V 次乗となります。こういうふうになってきて、ここが中心になります。この点がですね、中心になってくれるわけです。はい。そこで、これを中心に、ちょっと円を描いてみましょう。はい。ここから、中心で、こうやって円を描く。これが電力円線図になるわけです。いいですね。そして、この半径が、半径が、はい、ここで言うこれになります。X 分の EV となる。いいですか？これが電力円線図になります。これは電力円線図の方程式になってるわけです。はい、以上が、括弧2番の解き方になります。はい、それでは括弧3の解き方について説明をいたします。括弧3番はですね、この電力円線図を用いて解いてみましょう。こういうふうになり、はい、電力円線図のところに、円を描きます。この長さですけども、まずここの長さは、はい、こういうふうになって、中心の位置、ここはですね、これを見てください。 X は 0.2 です。そして V 次乗はちょっとこれは分かりませんから、はい、0.2 分の1は5ですから、5V 次乗となります。いいですね。はい。それから、電力円線図を書きます。こういうふうに電力円線図を書いておきましょう。いいですね。そしてこの半径ですけども、半径は、はい、これは 0.5、 E は1ですから、1ですから 0.5 分の V になるから 5V になります。しかしここで力率が
100% すなわち cosθ イコール 1.0 ですから、この Q は0です。すなわち無効電力 Q は0となります。そしてその時の電力はこの線の上に乗っておかなければならないから、これが P になります。いいですね。これが P になります。したがってここの半径、この大きさは、はい、これを見てください。もう一度言いますけど、ここに 0.2 入れ、ここに 1.0 を入れると、ここは 5V になります。いいですね。このように表すことができます。はい、したがってこれをピタゴラスの定理を用いて解くと、はい、ピタゴラスの定理は 5V の事情、この三角形に関して、求めてみるんですよ。いいですね。これに対して、やってるわけです。はい、5V 事情はイコール P 事情プラスカッコ 5V 事情の事情となります。したがって、はい、25V 事情、はい、イコール P 事情プラス25 V 4乗となります。この式は両辺をですね、25で割ってみましょう。両辺を25で割り、かつ、この整理をちょっと式を整理すると、 V 事乗あ V 4乗マイナス V 事乗プラス25分の P 事乗となります。イコール0っていう式が出てきます。いいですね。はい、この式より V 事乗を、求めてみましょう。これ二次方程式が適用できますよね。そこで、はい、トンの公式を用いて V の事乗はイコール2a 分の a はこう1ですから、はい、そしてマイナス、ここも1ですから、ここは1でいいですかね。マイナスとマイナスで1になります。プラスマイナスルート、はい、 b の事乗は1で1です。まあ1の事乗と置いておきましょう。 b の事乗マイナス、はい、4ac 25分の 4p 事乗となります。まあ正確にはですね、ここはマイナス1の事乗って置いた方がいいと思いますけども、ちょっとここはもうこういうふうに置かせていただきました。はい、この式が実在するためには、 V が、実在するためには、この中が正または0でなければいけません。いいですね。判別式とも言われますけども、これが正でなければいけない、または0でもいいもんですから、この式は、はい、1マイナス25分の、はい、4P 事乗
はい、これは なければいけない。いいですね。したがって B 事情は4分の25となります。したがって P は√4/25イコール2/5。いいですね。したがってこれは 2.50 パーユニットとなります。いいですか。はい、では最大はいくらか、この中で最大はいくらかというと P はイコールの時ですから、2.50 パーユニットとなり、これが答えになります。以上が括弧3番の解き方になります。それでは括弧4番の解き方について説明いたします。まず、力率が cosθ イコール 0.9 ですから、これ進みですね。進みで 0.9。 ですから、はい、無効電力、ここの無効電力 Q は0.9 分の P √1-0.9 の事乗イコール、はい、0.9 の事乗割ることのコンマ9は 0.4843 43P となります。当然これは進みの無効電力になります。いいですね。はい、それでは電力沿線図をここに書いてみます。有効電力を、はい、無効電力をこのように書いておきましょう。そしてこの図から分かる通り、ここの大きさは先ほどもやりましたけども、ここは 5V ですね。 5V 事乗です。はい、それから沿線図ですけども、これはここが中心になります。したがってここを中心にこれを書くと、はい、こういうふうな沿線図になっていきます。ここは P です。こちらが P の方向になります。こちらは遅れの無効電力、いいですね。こちらは進みの無効電力、進みは下向きになります。こちらは遅れ、となります。はい、ではですね、ここでこのようにやってみましょう。ここの無効電力は、この Q は
0.4843P ですから、進みだから下方向に来ます。こちらにこう来ます。こういうふうになります。はい、これは、0.4843P となります。それから、はい、有効電力 P はこれが有効電力の P になります。こういうふうになります。ちょっとここでですね、横軸に P が2つあると紛らわしいもので、これはこちらの方は消しておきましょう。はい、そして、はい、ここの半径、はい、この半径はこれは 5V だったですね。はい、ここで、X は 0.2、 これ1点ですから、ここは 5V になります。したがって、はい、ここでこの三角形について考えてみましょう。はい、これについて考えてみます。そうするとどのようになるかというと、はい、いいですか。はい、ピタゴラスの定理を適用しますよ。はい、 5V2 乗イコール、はい、ここは P2 乗プラス、はい、5V2 乗、はい、マイナス、いいですね、下向きだからこうマイナスになってこれだけ短くなってる。はい、これは 0.4843P となります。の2乗、こういうふうに置くことができる。いいですね。はい、これをちょっと展開しますと、 25V2 乗イコール、はい、P2 乗プラス 25V4 乗マイナス、2AB ってこきますから、10だから 4.843PV2 乗、はい、プラス 0.4843P の2乗、P 2乗と置けます。いいですね。そうすると、ここでイコール。はい。P 2乗はこれでくくってみましょう。そうすると、まとめておきましょうね。これとこれでまとめておきます。コンマ4843の2乗プラス1は、1.235 5P の2乗プラス 25V の4乗プラスマイナス 4.843P V の
事情となります。はい、これをまとめて、整理しますと、25V の4乗、はい、マイナス、はい、4.843 P プラス、はい、この25こちらに持ってくるからマイナスになるからこれプラスでいいですね。25ここも入れておきましょうね。5、はい、V の事情、はい、プラス 1.235、はい、P の事情となるイコール0、はい、こういう方程式が出てきました。いいですね。はい、したがってこの方程式を解いてみます。そうすると、はい、V の事情はイコール、2×25、はい、ここはマイナスですから、はい、4.843P プラス25、はい、プラスマイナスルート、はい、ここは 4.843P プラス25の事情、はい、マイナス 4×25、4AC だから、はい、かける、1.235P の事情、となります。いいですね。大変な式になりましたけど、このようになります。はい、ここでこの式が成り立つためにはこの、混合内、これが正でなければならないわけです。 V が実在するためには、したがって、はい、ここで 4.843P マイナス、プラス25の事情は、はい、これは先ほども解いたように、こちらが正でなければいけない。したがって、はい、ここを見てください。これは100です。 4×25 は100、したがって 123.5 と置けます。P との事情と置きます。したがって、はい、4.843P プラス25、はい、これは、はい、ルートになります。ルート 123.5、 はい、P、 この場合ちょっとプラスマイナスはもう
この図がありますからね、省略しておきます。したがって、ここで、P は、はい、これをこちらに移行しましょう。そうすると、はい、ルート123.5 P、マイナス 4.843 カッコ、はい、P イコール25となります。あ、イコールっていうか、ここは、こうですね、こういうふうになります。25、はい、したがって、はい、P は123.5 マイナス 4.843 分の25となります。そうすると分母のところは、はい、ルート123.5、11.11 になります。 11.11 からマイナス、4.843 を引きますと 6.27、 6.27分の、はい、25となります。イコール、これは、はい、3.987 7となります。したがって、はい、ちょっとこちらに書きますけども、したがって P は、はい、最大一番大きい値はイコールの時ですから、 P はイコール3点、はい、ここで四捨五入すると 3.99 パーユニットとなります。いいですね。このように置くことができます。非常にこれは数値計算が大変ですけども、このようにやって、求めることができます。それでは括弧5番の解き方について説明をいたします。まず、電力エーシェン図をちょっと書いてみましょう。P、それから縦軸が無効電力ですね。そしてここは 5V、 そして中心に円を描きます。こういうふうに円を描きましょう。そして今度は、力率が一定ということになってます。したがって、ここのところ、はい、これ無効電力ですね。
無効電力進みの無効電力になります。ここは原点でこうしておきましょう。そしてここは 5V 自助になります。はい、そしてここは 5V でですね、ここはちょっと今忘れてましたけど 5V 自助、はい、ここは OV となり、ここまでが P、 はい、こちらの P は紛らわしいからまた消しておきましょう。そうすると、そしてここを無効電力 Q としておきます。いいですね。はい、そうするとこの三角形、これも先ほどやったのと同じことなんですけど、はい、この三角形で方程式を作りましょう。はい、ピタゴラスの定理で 5V の自助はイコール、はい、 5V 自助マイナス9の自助プラス P の自助となります。いいですね。はい、これを展開すると25V 自助イコール 25V 4乗マイナス 10V、19V 自乗ですかね、 9V 自乗プラス9自乗プラス P 自乗となります。したがって、ここで、はい、25V4乗マイナス、はい、これをこちらに移動しましょう。そうすると、はい、19プラス25 V 次乗プラス9次乗プラス P 次乗イコール0と置けます。したがってこの式から V を解いてみましょうね。そうすると V はイコール、V 次乗ですね、 V 次乗として解いてみます。そうすると、はい、長くなりますけども、 2×25、 はい、19マイナス20、プラス25、はい、プラスマイナスルート19プラス25の自助マイナス、はい、4 A は25、はい、C は9次乗プラス
P 事乗となります。はい、こういうふうに出てくる。ここでですね、この電圧 V が存在するためにはこの混合内が正でなければいけない。また、電力を最大とするためにはこの中の混合内がゼロでなければいけません。はい、そうするとこの中をゼロと置いてみましょう。ゼロ、はい、この時が最大電力になります。重根になりますけどね。はい、そうすると、はい、10イコール10V 事乗、あ、19、ごめんなさい、19プラス25の事乗マイナス、はい、100、はい、9事乗プラス P 事乗となります。したがってここで、はい、これは109事乗でこれ消えます。したがってこれは52ABQ、 はい、マイナス、25の、あ、プラス25の事乗625、はい、マイナス、ここで、これは、100P の事乗となります。いいですね、こういうふうな式が出てきます。したがって P の事乗は100で割りますから59プラス 6.25 となります。こういう式が出てきます。はい、次にこの中が0ですから、0ですから、そして台によりより、はい、V イコール 1.0 ですから、あるから、はい、これがこちらは0になります。ここは50、はい、1イコール50分の、まあ、1の事乗ですね。はい、19マイナス、あ、プラス25となります。これが成り立ちます。したがって、ここで、はい、19は=25となり、9=2.5 となります。いいですね。したがってこれをここに代入してみましょう。そうすると、はい、P 事乗はちょっとここに書かさせていただきますね。はい、P 事乗はイコール5×2.5 プラス 6.25 となります。
はい、これは、5の25、5人の10で、12.5 プラス 6.5、6.25 となり、はい、イコール、18.75。となります。したがって P はイコールルート、はい、18.75。いいですね。こういうふうになります。これはイコール、4.33 となります。以上がこの問題の解き方になります。この問題は、30分で解くのは非常に困難でないかと思われます。皆さんも頑張って勉強してみてください。